皆さんこんにちは。いつも私の動画をご覧いただきありがとうございます。今日は奈良市三条本町にある奈良駅に来ております。奈良駅から京都駅の宮古寺快速に乗車して JR 奈良線の伏線化事業を中心に撮影して情報を皆さんと共有いたします。どうぞご覧ください。 JR 奈良線は京都府木津川市の木津駅から京都市下京区の京都駅に至る JR 西日本の鉄道路線です。奈良線との名称がついていますが奈良県は通っておらず全線京都府で完結しています。ただ実際のほとんどの電車は大和路線の木津駅から奈良駅を直通運転しており京都駅と奈良駅を結ぶ路線となっております。路線距離は 34.7km、 期間は 1067mm、 起終点含む駅数は19駅です。使用車両は205系と221系です。なお乗車している車両は221系です。奈良市宝蓮町にある佐保川南踏切と佐保川北踏切を通過しました。奈良駅と京都駅の間には私が調べた結果85の踏切があります。その85の踏切すべてを撮影した動画があります。概要欄にリンクを貼っておきますので興味ある方はどうぞご覧ください。奈良駅と奈良山駅の間の今走行している路線は大和路線です。大和路線では複線での運行が行われています。間もなく奈良市佐保台1丁目にある奈良山駅を通過します。奈良山駅には大和路快速は停車しますが宮古路快速は停車しません。奈良駅の221系電車とすれ違いました。まるで秘境踏切のような京都府木津川市市坂にある小谷踏切を通過しました。八色踏切を通過すると京都府木津川市木津池田にある木津駅に到着します。木津駅は島式ホーム2面4線と橋上駅舎を有する地上駅です。木津駅では学研都市線で住野堂京橋方面へ乗り換えができ、大和路線で加茂亀山方面へ乗り換えができます。木津駅は1896年明治29年に開業し126年余りの歴史を有します。木津駅をゆっくりと出発しました。ここから JR 奈良線の線路を走行していきます。木津駅から玉水駅までは単線での運行となります。右側に加茂方面への大和路線の線路が分岐していきました。電車は次の上駒駅に向けて進んでいきます。木津川踏切を通過すると木津川に架かる橋梁を渡っていきます。にかかるトラス橋を渡ってすぐに京都府木津川市山城町にある上駒駅を通過します。上駒駅は奈良線内では最も利用客が少ない駅です。京都府木津川市山城町にある大里第二踏切を通過しました。電車は南山城ののどかな里山を通過していきます。京都府木津川市山城町にある棚倉駅を通過していきます。棚倉駅の周辺はタケノコの産地としてとても有名です。棚倉駅の改札口に抜ける通路が大変綺麗です。棚倉駅で奈良駅の電車と列車交換をしました。ダイヤの乱れもあり7分程度待ちました。棚倉駅をゆっくりと出発すると第1平を踏切、第2平を踏切、第3平を踏切と3つの踏切を続けて通過しました。棚倉駅の北側を流れる天井川で有名な不動川の下のトンネルを通過していきます。昔はたびたび洪水被害が発生していました。天井川で有名な多摩川の下を通過すると間もなく多摩水駅に到着します。京都府都筑郡井手町にある多摩水駅には JR 奈良線の全ての電車が停車します。多摩水駅のホームには1953年8月に発生した南山城水害で駅の南東約500メートル先の多摩川から押し流された岩石と記念碑が置かれています。多摩水駅をゆっくりと出発しました。多摩水駅と次の山城多賀駅の間は第二期伏線化工事が完了しており伏線の運用もすでに行われています。京都府都筑郡井手町にある山城多賀駅を通過しました。山城多賀駅は
2面2線のホームと共乗駅舎を持つ地上駅です。山城田駅から常陽駅までの間は再び単線区間になります。京都府鈴木郡井手長田にある川原踏切を通過すると、天井川で有名な青谷川のトンネルを抜けていきます。常陽市一の部五島にある山城青谷駅を通過しました。山城青谷駅の近くには京都府内でも一番を誇る青谷梅林があります。新しい京城駅舎の供用が令和4年7月より開始されています。常陽市長池北浦にある長池駅を通過しました。長池駅は相対式ホーム2面2線と京城駅舎を有する地上駅です。長池駅のコンコースは駅の南北を結ぶ自由通路を兼ねており、駅舎及び交流スペースとともに2012年5月より使用が開始されました。現在建設中の新名神高速道路の高架下を進んでいきます。常陽駅から折り返し京都駅の普通電車となる待機中の205系電車の横を通過していきます。常陽中学踏切を通過すると間もなく常陽駅に到着します。常陽駅は京都府常陽市長池北浦にあり、2面2線のホームと共乗駅舎を持つ地上駅です。常陽駅では JR 奈良線のすべての電車が停車し、常陽駅止まりで折り返し京都駅の電車となる便も多いです。常陽駅に到着しました。常陽駅をゆっくりと出発して寺田道踏切を通過していきます。常陽駅のある常陽市は京都府の南部にあり、京都と奈良の中間に位置する人口約8万人の都市です。久世神社の参道にある久世宮踏切を通過していきます。常陽駅と次の新田駅の間は第2期伏線化工事が完了しており、伏線の運用も行われています。まもなく京都府宇治市広野町にある新田駅を通過していきます。新田駅は第2期伏線化関連工事で2018年5月に東口改札及び駅前広場の整備が完了しました。宇治市羽廟市町にある羽廟市踏切を通過しました。新田駅と宇治駅の間は第1期伏線化工事が完了しており、伏線の運用も行われています。宇治市小倉町中畑のカーブにある JR 小倉駅を通過しました。奈良駅の205系普通電車とすれ違いました。小倉街道踏切を通過すると間もなく宇治駅に到着します。宇治駅は2000年8月に利便性向上のため島式ホーム2面4線を持つ京城駅に改築され、普通電車との緩急接続が可能となりました。宇治駅のある宇治市は京都府の東南部にあり、人口は約18万人で、京都市に次ぐ京都府内の第二都市です。宇治駅をゆっくりと出発しました。宇治駅から次の大爆駅までは、第二期伏線化工事が現在行われています。左側に伏線の線路が敷設されています。間もなく、宇治側に架かる橋梁を渡っていきます。宇治側に架かる橋梁の手前には、伏線化工事に伴い2020年に閉鎖された宇治街道踏切がありました。左側に伏線用の橋梁が見えます。伏線用の橋梁には線路が敷設され、現在仕上げの工事が行われているようです。 JR 奈良線の線路が京阪宇治線の宇治駅の駅舎の間を通過するユニークな構造です。この辺りで伏線の線路が左側から右側に変わります。右側では切り区バック砲を使い伏線化工事が行われています。この辺りの工事は少し遅れていましたが追いつきました。京滋バイパスの上を通過していきました。左側には京阪宇治線の線路が並走しております。京阪と JR の踏切が重なっており、交通量も多くとても危険な岡本道踏切を通過しました。常陽駅の205系普通電車が通過待ちをしている大爆駅を通過しました。大爆駅は宇治市5箇所にある相対式2面2線のホームを持つ地上駅です。左側に京阪大爆駅が見えます。 JR 大爆駅と京阪大爆駅の敷地は隣接していますが、連絡通路はなく、乗り換えするには大爆門前踏切を経由して遠回りする必要があります。五両道踏切を過ぎると宇治市小畑にある小畑駅を通過します。この小畑駅では第二期伏線化関連工事として駅のバリアフリー化工事が行われました。小畑駅の北詰めにある小畑踏切は以前は交通量に比べ幅が狭く危険な踏切でしたが、拡幅工事が行われ安全性が向上しました。まもなく宇治市六地蔵奈良町にある
六次増駅に到着します。六次増駅では京都方面にホームと駅舎の移設工事が行われています。新しく階段やエスカレーターが設置され、京都地下鉄六次増駅や京阪六次増駅とのアクセスが良くなります。京都方面に延伸されたホームの屋根が最近完成しました。延伸された新しい六次増駅のホームの宇治川が上り下りのエスカレーターで、京都川が階段です。山品川に架かる橋梁を渡ると京都府宇治市から京都市伏見区に変わります。六次増駅から桃山駅、 JR 富士の森駅の間では第2期伏線化工事が現在行われています。右側では伏線の線路が敷設され、仕上げの工事が行われているようです。作業員の方が右側の伏線の工事現場で作業をしているのが見えます。まもなく京都市伏見区桃山町鍋島にある桃山駅を通過します。桃山駅では最近まで駅前広場の整備工事が行われていましたが、少し前に完了しました。桃山駅では奈良行きの205系普通電車が通過待ちをしています。近鉄京都線に桃山御陵前という駅がありますが、 JR 奈良線桃山駅の方が伏見桃山御陵には近いです。京都市伏見区桃山町鍋島にある大手道踏切を通過すると、大型マンションと山に挟まれた狭い難所をゆっくりと進んでいきます。少し前までは右側の複線路は1本のレールのみ敷設されていましたが、今は2本のレールがきちんと敷設されています。右側の複線の線路の端にバラストを詰めた袋がたくさん置いてあります。おそらく線路切り替え工事の際に大量のバラストが必要になるので、その準備をしていると思われます。左側に国道24号線が見えてきました。左側には複線の線路が敷設され、バラストもきれいに整理されています。電車は大和街道踏切を通過して JR 富士の森駅へ進んでいきます。京都市伏見区深草大亀谷大山町にある郡山街道踏切を過ぎると JR 富士の森駅を通過していきます。 JR 富士の森駅は相対式ホーム2面2線と橋上駅舎を持つ堀割型の地上駅です。 JR 富士の森駅と京都駅の間は第1期伏線化工事にて伏線の運用済みです。伏見街道踏切を過ぎると京都市伏見区深草稲荷御前町にある稲荷駅を通過していきます。稲荷駅は伏見稲荷大社への最寄り駅で、正月や紅葉シーズンには一部の宮古寺快速が臨時停車します。京阪本線の高架下を通過します。九条通りの高架下と二の橋踏切を通過すると京都市東山区本町十二丁目にある東福寺駅に到着します。東福寺駅は京阪電車との共同使用の駅舎で、京阪本線に乗り換えできます。東福寺は臨済宗東福寺派の大本山で、秋の紅葉で有名です。東福寺駅をゆっくりと出発すると鴨川と琵琶湖疎水に架かるトラス橋を渡ります。ご乗車ありがとうございました。まもなく終点京都です。まもなく京都市下京区にある JR 京都駅に到着します。奈良駅から京都駅まで宮古寺快速に乗車して約50分での行程でした。電車は京都駅の8番ホームに到着しました。奈良駅から京都駅の宮古寺快速に乗車して JR 奈良線の複線化事業の情報を皆さんと共有しました。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。またお会いしましょう。